こんにちは、今回は今画面から見切れましたが豊盃というお酒を紹介したいと思います。区分は特別純米ですね、はい、で早速1杯目を飲み始めてしまっていますが、スペックです。原材料は米と米麹、塩米は、お酒の名前にもなっている豊盃米という酒米を使用されています。精米場合は麹米が 55%、 かけ米が 60%、アルコール度数は15度から16度というふうになっておりますね。でこちらのお酒は塩酵母も公開されていて、協会9号の塩酵母ということですね、はい。グラスがですね半分くらい空いてますが大丈夫です。あのもっきりなのでですね、あのマスの中にもですねまだあのいくらかお酒が残っておりますので、はい、たくさん飲めますね。で飲んだ感想なんですけれども、香りはですねそんなに強くはないんですね、いつも通り鼻で感じることはできず口に含んで、あこれはフルーティーなお酒なんだというふうに判別ができます。あの日本酒そんなしてない感じですね。フルーティーな感じです。で粘性はですねそれほど高くないですね。アルコール度数は結構強めです。アルコール臭さは全くないです。特徴的なのがですね、とにかくキレがすごいですね。すっきりしています。まあ、粘性が高くないっていうことと関連してると思うんですけれども、まあ、さらりとして淡麗な印象ですね。それでいてこうフルーティーな香りが乗っているので、非常に飲みやすい、そして、結構効くっていうですね、はい、とても良いお酒だと思いました。まあ、あのスペックとですね、飲んだ感想はそういったところですね。で合わせてお伝えしたいことでいくと、そうなんですよ、良いお酒だと思ったんですけれども、それは、このお酒を勧めてくれたお店の人たちもやっぱり同じような考えだったみたいですね。ちょっと今回はですねあのウェブページがないお店なので、そのお店の名前っていうのは出してないんですけれども、もう一点、これは弘前のお店なんですけどね、八戸のお店さんでは、はい、あのそちらではお店の方がもうすごいおすすめしてくれて、青森で今すごい人気なんだと、なかなか市中で手に入れることが意外と難しい時もあるっていうことだったんで、恥ずかしながら今回その青森に行くまでこの豊盃というお酒私知らなかったので、あの本当に行ってよかったなって思いますね、はい。で弘前から駅から結構離れてるんで、なかなかこう公共の交通機関だとアクセスが難しいんですけれども、あの運よくですねタクシーでピャーって行けて、はい、あのまあ、降りて外観も取れたしタクシーからも取れたしということで、まあ、いずれにしても外観のみなんですけれどもね、はい、まあ、あの実際に行けたのは良かったなって思います。よろしければそちらの動画もねご覧いただければ幸いです、といったところで本日も本当にありがとうございました。